おはようございます。西田航です、えー。5月2日月曜日っていうところでね、いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、ありがとうございました、皆さん。えー、写真展ゲイズがね、無事終了いたしました。本当に多くの方々にね、ご来場いただき、そして多くの方々とコミュニケーションが取れてね、非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。またね、えー、関西の方でも、えー、写真展できるように頑張っていこうかなと思いますので、またその際にはね、えー、多くの方にお越しいただけたらと思っております。というところで、えー、っと、今日は、えー、サブチャンネル、そして メインチャンネルかな。で、それと、あとは今日は WNPC、西渡るフォトカレッジのお題を出しますっていうところ。で、あとは帰ります。東京にやっと帰、<laughs> やっとっていうわけじゃないですけど、帰ります。っていうところでね、えー、そのあたりかな。あとはでも、ちょっと夕方に帰ろうと思ってるので、えっ、ー、と、まあカメラでスナップしながらね、またリアルロケ、どこ今日撮ろうかな、大阪にするか、うん、まあいろいろ考えながらやっていこうかなと思っているんですけれども、そういった形で、えー、やる予定でおりますっていうところ。 で、えーい、いこうかなと思ってます。で、今日なんですけども、全国の、えー、パパカメラマンへっていうところで <laughs>、えー、必見っていうところでね、えっ、ー、と、まあ、要は、えー、家族がいるときに、いるとして、えー、カメラ買うときに、えっ、ー、と、まあ、高いカメラ、ま、あ例えばこう、こま、あここに今たまたまあるのはライカなんですけれども、ま、あライカ、ま、あこう100万円、120万とかするわけですよ、ボディが。まあ 妻に言ったらめちゃくちゃ怒られるじゃないですか。まあ、100万はさすがに行き過ぎ。まあ、例えば、うんと、EOS の R6 とかで、えっ、ー、と、30万円のカメラがありますと。で、それを、まあ、30万あれば何々ができるみたいな、えっ、ー、と、他に置き換えるじゃないですか。家族旅行が2回行けるとか、例えばね。そういった時に、えじゃあ、妻の了承を得るために、えー、どういうふうにすれば、その30万円のカメラが買えるのか。まあ、もちろんね、もう、 変な話です稼ぎぶち抜けてしまっててもう潤沢に家族を何、えー、だろうな、えー、過ごさせてあげられるお金もあるその上でよもう豊かだからカメラ買うんだって言うんだったらまあまあこの話はなしなんですけども限られた給与の中でまあ要はこう分けなきゃいけないわけですよねそのリソースを。 そういった時に、えーとまあ、妻とかに限られた中で30枚のカメラを買わなきゃいけないと。で、それの理由って、えー、と結局一番いいのはやっぱり子供がいるなら子供絡みで奥様がいるのであれば奥様をきれいに撮るとかそういったアプローチでやっていくただ欲しいだけじゃなくてまあこれはつ常に言われているあれですよね、まあ、交渉術っていうところになるんですけども相手にも、えー、このカメラを買うことによってカメラを買うことによって 相手にも家族にも何かしらの素晴らしいことが起こるよっていうこういった未来を予想させてあげるとあだったら、えー、買ってみてそういったことにトライしてみようか買って終わりではなく買ったらこういう、えー、人生が待ってるよとかね何かそういったことを提案するのが大事なので、まあ、簡単に言うと、まあ、お子様がいる方であればお子様の、ね、成長の記録 ですよね、とあとは、まあ、例えば小学校中学校とかになるんであれば運動会とかこういったところの記録をきっちりと家族の担当しますみたいな感じで宣言をして、えー、何かいいことがあるたびに、えー、七五三だとか、えー、入学式だとか運動会だとか発表会だとかっていうときにはきちっと写真を撮るために今僕は学ばなきゃいけないそのきっちりと撮るためにはいいカメラが必要なんだっていうところを,を、えーとまあ、プレゼンするわけですよね家族にこういったことが全てにおいて重要かなと。まあ、そうなってくると家族にも プレゼンができれば仕事に対するプレゼンとかもだんだんうまくいくっていうことで全てはね仕事だから頑張るとかではなくプライベートも仕事も全てにおいてプレゼン力が結構必要だっていうお話になるかなと思ってますんで子供がいるだけでなくあの妻妻とこういったところに行こうよで行く時に君をきれいに撮ってあげたいんだとか、えー、ちゃんとねその時の思い出をしっかりと撮りたいだからいいカメラがいるんだっていうカメラが買いたいではなく あなたとこういうことをしたい。その中の一部にカメラっていうものがあるっていうふうにすれば、一番本当はね。 カメラが、えー、実は自分の中で一番めっちゃ欲しいと。本当はそれが最短距離なんですけれども急がば回れではないですけれどもあくまでもパートナーがいる状態であれば、まあ、仮にね独身だったら本当に自分が持っているお金のリソースを全て、えー、割けばいいんですがで独身だったとしても相手を何かしら、えー、撮影するだとか、えー、誰かとパートナーと仕事をしていくとかそういった時にも、ね、応用が効く話だと思うんですよね。ななのので、ぜひとも、えー、と妻の許しが出なくて、 どうやって妻に説明したらいいんだろうなと思っている全国のカメラ大好きパパカメラマンの皆様にはね是非ともこの今日僕が言ったプレゼンあなたと君とそして子供ととか何か一緒にする上で役に立つ道具が カメラなただまあこれはまあ僕リアリティがないかもしれませんなぜかというと僕の場合は例えばですがえっ、ー、と例えばうちの西田家の話妻がいて子供が2人いるっていうケースなんですけれども4人家族で僕がカメラ欲しいっていうふうになるとまあ何て言うんだろうまあえっ、ー、とあライカ100万円 下カメラだけど買ったっっったたてて妻に言ったらあそうって以上なので、全然こういった時のお話にならないわけですよ。なので、えっと、話を変えて、僕の場合は例えば何かなというふうに考えて、うーんと、えっと、例えばじゃあゴルフ。 っていう,ふうに考えてじゃあ僕が妻に対してゴルフをプレゼンするのであれば、えーとまあ、どういう形でねやっぱりあくまでも家族とか、えー、と子供も連れて行くような、えー、ゴルフのスタイルっていうところを考えるかなと思いますゴルフがめっちゃ好きですとでそこにエンタメで掛け算で子供とパターゴルフに行ってみるとかで妻もできれば健康のためにちょっと散歩がてら、えー、ゴルフしてみないとか打ちっぱなし行ってみないとかねそういったことを言うと、まあ、まだね えーと幼児乳,乳児がいるので妻は、ね、結構そういった意味では大変だと思うのでその中でも。 家族でゴルフっていう、えー、ものがどういう風に取り組めるかっていうところをまず考えるそしてそれを家族と楽しそうだなって思えることをなるべく一生懸命考えていけば自然と家族もああじゃあそれゴルフ楽しそうだからやってみようよっていう内向きの感じに持っていくと常に、えー、と自分だけが楽しければいいっていうあの環境下に置かずになるべくみん,なみんなと取り込んでみんなが楽しくやるにはどうすればいいかとこういうことを常に考えていくと,、えー、と物事を うまくいくと同時に、えー、プレゼンっていうところも、えー、非常にね。うまくいくのではないかっていう僕の持論でございます。まあ、なかなかねえー、と具体例としても、あのゴルフの例に関してもちょっと確かに無理なものは無理だなって、ちょっと今思いました。若干苦しいなと思いました。なぜかというとえー、とやっぱニュー乳児がいて、生後何ヶ月かので妻にゴルフ行こうよは。はかなりレベルが高いことになるので、まあ、とはいえね。例えば。 まあなあのじじばばがいるときにそのよえっ、ー、とニュージャを預けてちっちゃ子預けて家族三人でちょっとそういったドライ のね、打ちっぱなしのレンジに行ってみるとかねで意外とゴルフの場所っていうのは意外とこうエンタメっていうかレストランとかもあったりするのでそこで家族で食事をするのを習慣化するとか何かそういった風なゴルフ×エンタメ的なものをちょっと探して、えー、と取り組んでみるっていうそこにふ自分が楽しいんだよこんなに楽しいんだよっていうことを家族にも体感してもらうなので僕とかだと最近では、まあ、カメラが僕の場合好きじゃないですかなので徐々に徐々にメインチャンネルの方ではえっ、ー、と 息子とと、ね、一緒にに、えー、写真を撮りり行くよようななここもも始めたりしていいるわけですよ、ね、なのでですすねれははちろん強制ではないですどう楽しいかなっていうところの提案になってましてそれをね,ねと息子が楽しんでもらえればそれでいいしまあそうでもないなっていう,い,ういう感じであれば別に写真を撮る必要はないかなとかっていうふうにも全然思ってますのでですがね息子ともそれこそ、えー、と息子がもし仮にね普通にカメラを持つ習慣ができパチパチ撮るようになれば親子個展とかもね、えー、それこそ今回の写真展ゲイズですけれども。 ゲイズミニゲイズのような形でね、えー、うちの息子と、えー、父親とでの親子個展みたいなのを展開したり、えー、ゲイズ写真集ゲイズとちび、えー、ゲイズとかね僕のは大きくて、えー、息子のは小さい豆本みたいな写真集を出版しても面白いのかなとかも思っていたりしますので、えー、とこういう形でね何かこう,こうしたら面白いんじゃないか僕の場合は発信もしてますから特に皆様もそしたらそれはそれで楽しめるんじゃないかとか家族とカメラの在り方とかね 家族と写真の関係性とか、こういったところもね、今後、メインチャンネル、こちらのサブチャンネル問わずね、発信していこうかなと思っている次第でございます。というところでね、今日もスも健やかにお過ごしください。で、今日は東京に戻ります。本当に写真展ゲイズ、えー、お越しいただいた皆様、ありがとうございました。それではまた大阪で会いましょう。西でしたどうも